わ、これすごいよ中林さん。中林さん、本当に、 いや気持ち悪い。それでは何2曲開始です。皆さん手配を開けてください。ドラはいいピン。ここまで見事な読みは見せておりますが、ご自身の流れとしては1000、2000、1回3着目です。18000点、あと最短で3曲。僕が倍も上がったのカットされちゃったんですか、はい、あれカットじゃないです。あ、上がってなかったですね、はい、全然ないし裏乗ってなかったんで跳ねまんです跳ねまんでしたね、はい、今回の手の進行はどのようにしていきますか。もう基本的には、ね、これかなり形がいいんで、うんうん、ピンフ系、ピンフ系でいきたいと思いますね。くすら3色、はい、6、7、8とかになったら嬉しいなぐらいで。やっぱりね、この赤割りって手なりに進めてるうちにドラ引いたりするんで、あ、ドラというか赤を引いたりするんで、その赤をあのなんか切らなきゃいけない形にしとく、しといちゃうのが僕結構ダメだと思ってるんですよね。あ、使えるようなイメージで灰を残せた方がいいってことですか、うん、そうですね、スリムにスリムに受けるよりもちょっと広く受けた方が赤割りに関してはいいかな。広く受けるのも怖いんですよね。そうなんです、怖いです。一応3色、7、8、9が見えてきましたね。はい、チーソーパーマンがくれば、うん、うーん、まあでもイメージはそれよりもピンフってことですよね。そうですね、両面にしてリーチしたいですね。点差ってどうです、今トップ目とちょっと離されちゃいましたけど。もうね、結構僕すぐ諦めちゃうタイプなんで。あ、そうなんですか。そうなんですよ、だから、え、現実タイプ。そうです、現実見るタイプですね。じゃあ絶対まくってやるぞみたいな感じはちょっと一人薄いんですか。一人っていうか、まあちょっと僕とゴーさんがゴーさんは確かにね、薄いですね、もう現実的ですよね。そうです、リアリストなんで、うん、まだ親が残ってるのでね、うん、諦めてるわけではもちろんないですけどってことですよね。そうですね、諦めてるわけじゃないけど、やっぱりそこまで無理しないかな。789はないよと言いましたね。はい、789より1通の方が嬉しいですよね。いいピンがドラ、はい、789だとかなりなんていうんですか、限定されちゃうので、ハイが8、うん、パワー1とチーソー使わなきゃいけないっていうのがこう不自由な形、僕すごく嫌いなんで。不自由な形って分かりづらいか。まあでも動きにくいですよね、あの身動きが取りにくい形ですよね、はい、そうなんですよ。しかもなんか赤を使うイメージでから、それも赤が出てきた。つもぎり、つもぎりでしたね、つもぎり赤ウピ、うん、親はね、ローソーチーソー打ってて、うん、ここってその曲を消化したい人なんですね、4万1000点なんで。はい、下茶ですね、はい、リーチがかかるかっていうとかかんないんで、あんまり役があれば。そうなんですよ、だからここに対しての安牌持たなきゃっていう、そういう意識はあんまり持たなくて僕はいいと思ってます。ほうほうほう、これで、お、9枚ほぐして横に変化させていく、うん、はい、あら、赤赤いらないって、くれよ個人的感情が溢れてる、はい、中林は全然上がりの取れ高ないからな、ちょっと欲しいですね。上がりもないし赤もないですよ。そうなんです、全然暗い手ばっかやって、はい、腕だけ見せてね、読みと腕だけで回るっていう。まあね、それがあれば十分ですけどね。でももうこれね、結構極み点はケアした方がいいですね。え、ケアケアするというか、いい、当たる、闇点当たるかもっていう、なんていうの、意識だけは持つ、そう、心意気、うんうん、あ、ロンってやった時に、うんうん、あ、まあそうかっていうぐらい、覚えるぐらいの気持ちは、はい、あ、分かんなかったじゃなくてね。そうですね、その気持ちは俺だってあったしっていうことですね。そう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 とかね、本当は残したいんですけどね、うん、これ切りましょう。嫌ですよね、はい、親にも嫌だし、下茶にも良くないし、うん、この手出しはテンパイっぽいですね。パワー1を手出し、パワー1が3枚目ってことは、はい、2人の現物、はい、パワー1、ローワンは 100% 持ってますよね。おお、 100% でもないか、 G1、G1 パワー1の形から G1 起こったとかもあるんですけど、Q1 がね、4枚見えてるんで、うん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 、Q1 を使った形のあれはないですし、まあ、6か7持ってる可能性大ってことであってますか。そうですね、これはでもちょっともう面本とかに当たったらバカらしいんで。あ、マンズの方、あいつだ、はい、それ嫌ですね。この手で切るようなあれじゃないんで、次の手出しで他の色が出てきたら数万でした。数万、いい番ションパイなんですよね。シャンポンで当たるかもしれないんで、ちょっと一旦ね落ち着きますか。これはちょっと
しかも濃い灰マンズ2個出てきましたね。うん、箸でもなく、うん、8、4親は、あ、ウーピン、うん、親もちょっと受け気味っぽいですね。でも結構の脳内控えめ今回、うん、あの守備寄り、守備寄りですね。あらー、ローマンはつま切りでした。はい、親がこうスーパーに並べてるのはどうですか。この三品ウーピンって切ってるのがそのトイメンが下地さんの現物なんで、うん、もう赤全部見えちゃった、えらいこっちゃで。一品も一枚も見えてませんが赤は全部見えました、はい、なんか独特な番になりましたね、うん、E1 は切った、パーピンぐらいは切ってきたですね。うんうん、筋の、はい、はい、まあ、もうこれ結構全員の闇手分けはしたですね。全員じゃ、まあ、トイメンは、ね、赤が全部見えてて 闇手高いとあんまり出てこないと思うんで、トイメンはリーチってくるまではいいんですけど、ラス目だし、はい、下茶は本打ちだった場合に打ちたくない、で上茶は普通にいってるいってるから、今はねションパイですけど全然プッていったんで、うんうんうん、じゃあイメージとしてこういうマンズだったりこういうの切らないってことですね。切りたくないですね。ハリーチ来た、シャーギリリーチ、安全牌かこれ、うん、4枚目、うん、4枚目ってことは形がちゃんとしっかりしてるってことで、もともと納得のいくイーシャンテンだったってことですね。そうですね、一応イーシャンテン、一応イーシャンテンですね。だけど切りにくいな。で、下茶がこれでこのリーチに対して一発で1回いかないか大事ですよね。なるほど、はい、ここの人を押しかどうかを見て、うん、はい、これはいってるっぽいんで、やっぱ闇手入ってるっぽいな。あー、ってことは僕控えめ、ごく控えめに行きたいですね。親はどうするか、これ分からないな。分からないんですよ。これは通りそうですね。赤ウーマン切ってるんで、赤ウーマン切っていて9万が通っている、はい、69万サブローマンないでしょうと。そうですね、展望状況が赤ウーマン切らせないですよね。うんうん、そうだそうだ、ドットライトからったらワンチャンあるんですけど、この展望状況が切らせないんで、下茶もローマン現物だからいいですね。そうですね、あれ大動きになられたぞ親が。はいはい、両層を泣いて両面地切ったのはパビン、通った通ったよ。なるほど、これ天杯に見えます、天杯に見えますね。天杯に見えるな。ってことはですよ中林さん、はい、今までの話を私が集めて考えた結果、うん、全員張ってますね。そうなんですよ、やばいじゃないですか、人に回ってになっちゃう。そうだってパーピンがリーチ5に持ってきたのか、リーチ5持ってきたとすると全然スッチーワンとかあるな。まずいじゃないですか。まずいね。でローマンぐらいってこと、ピンズかローマンかアンパイ。うん、でも赤3枚見えてるんで単位を打ったら1500なんですよ。あ、そうか、親安い説。そうなんです、だから普通に打ってもいいなっていう感じですよ。でもペン3は1してテンパイ取りたいんで。なるほど、はい、じゃあチーマンは行ってもいいよと思ってて、はい、チュン切る気がなくて、はい、ってことですね。今手出しローマン、手出しローマン何枚目、4枚目だ、4枚目だって考えると、何だろう、受けたかもって思った方がいいのかな。受けたかもって思った方がいいですけど、3ワンとスライドの可能性もありますよね。で、今持ってるの確定したんですよ。今何ウーマン持ってるの確定してます。ウーマン、あ、そうですね、パーワンが4枚切れてて、うんうんうん、5は今照らししたってことは、まず567だったことが確定したんで、でっていう話なんですけどね。いやでも大事ですね、面白い読みの話。うん、さあ一つ思考としてどうするか、今テンパイをしました。はいはい、ローワンがウーマン持ってるの確定してて、ローワン、このウーマンがどのぐらい降りてるかどうかですよね。いいですか、まず整理して、はい、チューンはあるとしたら短期とシャンポンじゃないですか、はい、自分で1枚切ってて、はい、当たるとしたらどこですか。下茶ですね、ここですね、はい、はい、で、まあテンパを取るか取らないか、うん、あっちはチート打つでもないじゃないですか、うん、ここですね。そうなんです、これがローワンがどの3ワンとどのぐらいのサイドがあるかっていう感じですよね。あるとしたら、4、5、6から3を引いての6切り、うん、の時はテンパイを維持していて、でマンズは5ロチで最終スライスが数ワンってことは、ヤンワンとチュンのシャンポンとか
片割れかなりありそうですよね。でその場合に本日だと書いてこれまず足りないな、イーピンがあんこのバージョンとかだけちょっと打ちたくないなみたいな感じですけど、で3番がめちゃくちゃ山にいそうだから3番のスライドかなりありそうなんですよね。確かに神茶は形式転売かもしれないですもんね、イーピンあればね。ちょっとやめるよりかやる切りたいな。いやちょっとこれは大事なんでしっかり考えましょう。読んでいく中林系ヤンワンとチュンキレバテンパイでマンズゴロチ価格じゃあサシゴ、サシゴか下茶の手配を今、うん、サシゴに見えるって考えるとういやー3ワン持ってきてスライドしたバージョンでローズが789がないからないですね。マンズで染まりきってるかどうかも大事ですね。いや染まりきってないですねこれは。あ染まりきってない、染まりきってないんですけど、ドラがあった場合は、ね、チュンで補充して高いパターンありますね。はい、まあ、52か8000か、トイメのリーチもあるし親の仕掛けもある中でちょっとこのドラの位置も読みにくい。カンチャのドラ持ってそうではあるんだよな、でもトミー持ってそうだしってなったら下茶内率高し、そう打ってもいいかなって感じが、これ脳天にしたらですよ、はい、脳天にしたら3人がもし張ってた場合3000点払うじゃないですか。そうなんですよね。それと、うん、まあ一つテンパイで押して打つ打点のこの見合いですよね。そうです、見合うかどうか。なんかチュンドラドラとかのイーピンとチュンのシャンプーとか出てきたら嫌だけど、結構かなりリアンワンとなんかチュンのシャンプーで見えるから、その時はドラがなければ、あれ1300で済むかもってこと。いや取らないことないんですよね、想像678のタッツがなくて。じゃあ2600点クラスかな。2600かメンズで使ってるか。うん、でもリアンピンで3枚見えてるんで。そうですよね、ご自身からなかなかそれがちょっと薄まるのか、まあ、でもこれ切った方が得な気がする。おお、お話がまとまってきました。じゃあ行ってみますか。はい、はい、通った通った。いや読みが深い、すごいよ中林さん、ね、いやほんとすごい。はい、ということで流局テンパイの方だけ開けましょう。テンパイ脳天の来た来た来た、うわこれすごいよ中林さん。中林さん、いや本当に、いや気持ち悪い、そう当たってるから、いろいろじゃあ手配も開けていただきましょう。今回は3人テンパイ。あテンパってない、テンパったよね、テンパってるところから3品をね打たない進行にしたんですよね、うん、そうドラそばの、うん、ザッツライト当たってましたね、正解です。そして親は、まあ、取んなら上がれるよっていうパターンでしたけど、まあ、形式もあるよねといったところ、ドラの位置はそこと、ね、はい、まあ、1枚3枚でしたね。そうですね、いやすごいよく取り切りましたね。難しいですね、はい、なんかこう張ってテンパイを取れる打牌をするって、まあ、自然な行為じゃないですか、はい、だけどこれがどれだけ危険で誰にどういう打点があって、うん、っていうのを全部精査して読み切った上で打つチュンと、あいテンパイわーって打つチュンは全然違う中で、はい、もう匠だよ、もう匠、匠でしょ、 This is 匠、ありがとうございます。いやすごいよ、気持ち悪いと思いました。トッププロなんで、あ、はい、すごい気持ち悪いぐらいに当たっててちょっと引きました。トイメのリーチを3色、まあ、手役を見てのね、うん、パターンで、特にあの中盤以降さすがですね。本当ですか。いろんな牌が見えてきた後での手牌構成の読みが、あんまり意識してないですけどね。まあ1000点増えました。やったいや見事な読みでございました。面白い一曲。次回はまた何二曲の一本場となります。次回もお楽しみに。